ナモスで材料特定したーい。皆さん、特定をめちゃくちゃ決めるセルヒオ・ラモス、見たくないですか？まあロマンがあるので見れるなら見たいですが、どうやってやるんです？全盛期ラモスが実装されてるわけでもないし、クロスも入りづらい環境なので難しいんじゃ。そこで用意したのがこのフォーメーション。詳しくはシットさんの動画見てほしいんだけど、この攻撃参加にラモスを入れて、試合中の攻撃意識を荷上げすることで、ラモスがフォワードのごとく前線に駆け上がってきます。こうすることでラモスをフォワードのように起用できるということですか？足元もめちゃくちゃ低いわけじゃないので、わりかし戦えそうではありますね。ってことで今回の作戦はこう。まず中央にボールを預けサイドにパス。そしたら前線に上がったラモスめがけてクロス。もしくはショートパスでラモスまで繋いでラモスがシュート。相手は死ぬ。以上だ。そんなうまくいくもんですかね。実際 AI 戦で使ってみた感じ以外と攻めやすかったし、こういうシュートも決めてくれたから噛み合えばうまくいってくれるんじゃなかろうか。ちなみに難易度は？トッププレイヤー。大丈夫かな？あと今回能力上げるために監督を急クロップのショートカウンターにしてるんだけど、シュークさん曰く絶対ロングカウンターにしろとのことなので多分守備がやばいです。本当に大丈夫かな？ってことでディビジョン戦にてラモスでバンバン得点を決めていきたいと思います。ちなみに先日ディビジョン7行きました。でも前のアーセナルスカットのせいで勝率終わってます。あれは加点って。ってことでやりますか。さてお相手は。あれ？これ AI 戦じゃね？ポーズ画面普通に開けたらもう確定でしょうね。どれどれ。なんでディビジョン戦で AI 来るんだよ。一応これで勝てば勝ち点はもらえはするんですが。いやこんなんで勝ち点上げてもしょうもないし、そもそも時間もったいないわ。ラモスの動画を撮るために潜っとんやぞこっちは。ってことで一回切ってやり直そう。無駄に試合を消化してしまいましたね。アーセナルスカットの時もめっちゃ気まくってクソ邪魔やったんよな。なんで AI 戦になるのかわかる方いたら教えてほしいですね。さてわざわざ1試合分消化したんだから次は対人戦になってくれるだろ。また AI じゃねえか。どうしてなんだ。一回やりきらないとダメっぽいですね。やってくるか。終わらせてきたよ畜生。今度こそ頼むぞ。いい加減試合したいんじゃこっちは。まあ今回は対人戦の時と同じ感じなので大丈夫だと思いますがね。ふざけんのも大概にせよマジで。このゲームはなんで試合じゃないところで苦戦せにゃいかんのだ。ようやく対人戦できますね。試合してないのになんかちょっと疲れたわ。気を取り直して試合していこう。オットラモスが絶好調です。これは初っ端なゴールが期待できるのではなかろうか。じゃあ1戦目いくぞ。デュエル開始。さあ攻撃意識に上げていくぞ。よっしゃ攻撃開始や。まずは前線に渡し、ラモスがいることを確認。サイドにボールを預けようか。今回はショートパスで繋ぐか。斜めに渡して、ここも斜め。なかなか崩すのが難しいですね。一人くらいドリブラーいてもよかったかもな。あかんかん、ゼロ守備無振りだからやばいかも。ネイマールに突破されたらまずいですね。とクロースが難なく阻止。よっしゃロングパスで。なにこれ。さて、実はラモスを前線に上げるのって普通にメリットがあって、それがゴールキック。ラモスは空中戦強いから中央に蹴ることでボールを繋げることが。なんでシュンスケやねん。シュンスケが空中戦勝てるわけ。めっちゃ勝ってますが。いやまあ事実は信じてたんだからね。嘘だ。めっちゃ沼ってませんか？うるさい。この褒めで対人戦初なんだから多めに見てくれ。ところで守備の方はどうなんすか？全然大丈夫よ。ところどころやばいけどペインケルが止めてくれてるから。やっぱ守備ダメじゃねえか。ゴールにしよう。危ねえ。さあ気づけばアディショナルタイムです。もう適当にボール放り込んでしまおう。あれ意外といいんでねえの。中にフリーの選手が2人。これはチャンスですよ。んなパス通るわけないでしょうが。うるさいうるさいうるさい。ってことで見どころもなく前半が終了しました。後半はさすがにドリブルできる人が欲しいからアルバレスをロドリゴに変えて、ついでにデブライネも入れて後半戦。 Here we go。 早速決められてんじゃないよ。ショートカウンターなのが裏目に出まくったわ。いやでも大丈夫。このコーナーキックでラモスが決めてくれるから。行くぞダイレクト。いやラモスにボール行ってません。このクソタレ。やっぱそううまくいってくれんよな。コーナーキック難しいですね。いやなんでペペまでおるん。攻撃に上げしてるからでしょうか。しかしそのペペがボールをダッシュ。じゃあ中央でボールを繋いでラモスにパス。そしてコントロールサーブだ。よっしゃ。なんとラモスが同点弾を叩き。いやなんでパフォってんすか。違うクリボーが勝手に。いやマジで押してないからね。どうしよう、これで相手が煽られたって勘違いしてたらゴール決めた後パフォられる可能性あるぞこれ。勝てばよかろうなのだ。確かにこれあるぞ。うおー決めろー。なんとチャンスを逃してしまう。これラモスじゃなかったら入ってただろ。決定力70でワンタッチシュートなしなのでしょうがないですね。初陣は引き分けに終わりました。まあ1点決めれたから正直満足ではある。もともとラモスでゴール決めれるまで終われません企画にするつもりだったし。そうなんかい。さあ次の試合行こうか。デュエル開始。さあ開幕の攻め方全然わかってないけどなんとなくでやっていこう。せめて予習くらいしようや。スルパ出せばいけるんじゃないの。
やったー。なんと2試合連続ゴールを決め上がりました。今のハズさんの偉いわ。てかラモス、いや好きなディフェンダー活躍させたいならこれ使うの普通にありだな。こや、いや追加点決めとるやん。ラモス関与してないんで。さあ気づけば次で勝てばディビジョン6、引き分け以下で残留のところまで来ました。果たしてディビ7の雑魚からディビ6の雑魚に進化することはできるのでしょうか。雑魚なのは重々承知だけど直接言われるのなんか嫌やな。さて昇格戦やっていきますか。特別ディビジョンを上げたいとかは現状を持ってるわけじゃないけど、上がれるのなら上がっておきたいな。まさかの昇格戦で AI が来てしまいました。収録中に AI 戦でディビジョン6に行きたくないという動画投稿者としてのくっだらねえプライドがうつ虫を苦しめていますね。まあディビジョン6だとネタスカットで勝てなそうだし別にいっか。なんだこいつ。さあ気を取り直してやろうか。今更だけどスカットを少し変えて右サイドにチャナチップを起用しました。これなら攻撃が詰まった時でも一人で10体ぐらい抜いてくれること間違いなしです。唯一で最大の問題点はそれを操作するあんたですけどね。うるせえな黙ってろ。さてお相手さんのスカットは。ゴリゴリのガチスカットなの笑う。いや待て、こういうめちゃくちゃ強いスカットにラモスが得点を決めてこそめちゃくちゃ輝くだろうな。よっしゃ絶対得点決めてやらー。デュエル開始。さあ選手の質では圧倒的に負けてますが果たして勝てるのでしょうか。プレイングに自信があるわけじゃない、むしろ全くないが、こういうところで決めるのが動画投稿者ってわけよ。さあお相手さんボールをベッカムに預け、インパクトクロスを刺していく。危ない。よかった年号系 YouTuber の相棒がいなくて、ベッカムのクロスとか怖すぎや。しかしお相手さんフェノミナルハーランドを所持してますので、それが来てから今のように攻められると決められてしまいそうです。さあカウンターやドリブルで様子見してラモスにパス。ここスルパでいけるか。よっしゃ絶対決める。行くぞラセンハロー。やった早速ラモスがアシストしていく。見事なスルーパスですし、アルバレスの根下も見事でした。シュマイケル相手にそっから記念のすげーな。本当にダブタないこと以外完璧ですねこの人。ラモスもアシストは決めれたが、やっぱりゴールを決めたい。できれば後半アディショナルタイム1対1の状況でコーナーからヘディングをぶちかましたい。条件が厳しすぎるて。ラモスならできるもん。ラモスはできるでしょうが、あんたができないだろうが。あ、危ねえ。相手のスリートップマジモンのバケモンなんだから気をつけないと。最近こういうミス多いんよな。ちゃんと周り見ないといかんねえ。おっと再びチャンスです。これクロス上げれば決めてくれるんじゃない。何スルーしとんねん。突進して終わりました。おっと、サイドチェンジによって右サイドがガラ空きです。少しのミスも命取りや。俊介なんとかボールを奪って。無理か。アーノルドはまずい。危ねえ、エッジクロス怖すぎるんを。ん？なんだオフサイドか。いや相手が警告受けてますね。一体何があったんだ。違う。は？何やってんだお前。うちのザカリアちゃんによくもまあそんなデスすらできたな。こんなんレッドカード以外ありえんだろ。いやレッドどころかイエローですらないですね。いつからこのゲームはデススラ許容されたんじゃ。いいよ、だったらこっちもラモスが守備陣全員にデススラぶちかます。そら、デカゲームでデススラ食らったくらいで怒りすぎです。いやーコスタクルタ優秀やわ。守備面優秀なのにパスも高いですからね。これ無料なんマジでバグよな。よっしゃフリーだ。ナイス抜け出し。行くぞ滅びのバーッ。何やってんだ。申し訳ない。まあボールは奪えたからチャンスはある。中身折り返してさらに中へ。おっしゃ止めろ。いやまた自動でパフォ発動したんやが、今度はスキップのやつすら来てないですね。なんでなん、なんでラモスが点を決めると自動でパフォるん。ラモスの固有能力なのか。世界一いらんわそんな能力。いやもう煽ってるつもりとか一切ないんでほんま許してください。あ、あなたがラモスでパフォったせいでお相手さんが泣いてリタイアしてしまいました。お前のせいです。ああ、だから声じゃないって。最後にラモスのゴール完了数を確認して終わりたいと思います。ということで AI 戦含めて11試合やってきました。 AI 戦を抜くと6試合行っています。先に AI 戦でのゴール完了数を言っておくと、3ゴール3アシスト決めていました。ですのでカードに表示されてる数字から3ずつ引けば対人戦の記録になりますね。果たしてラモスはどれくらいゴールに完了したのでしょうか。早速見てみましょう。いますよ、せーの。8ゴール6アシストということは5ゴール3アシストか。いやめっちゃ決めてるなおい。6試合でゴール完了8ですか。ディビジョン7とはエグい決めましたね。まあ今思えば今回1回も外してないし、普通にいいスルーパス投手でめちゃくちゃ活躍してくれたな。ということでここまでご視聴ありがとうございました。今回のフォーメーション使ってみて面白かったので、ぜひ試してみてね。あ、ちなみになんだけど、この後スーパースターとやってみたら普通にボコされました。全然ダメじゃねえか。